RWD-8 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 RW は1933年にポーランドの RWD 社で開発された練習機である。1934年から1939年にかけてポーランド空軍及びポーランド国内の民間航空会社で使用されたほか数カ国に輸出され1940年代後期まで運用されていた。 RWD-8 は1931年にポーランド空軍によって出された練習機の要求に応じて開発された単発、単用のタンデム式またザプロペラ機である。開発は RWD 社で行われ、最初の試作機は1933年に初飛行した。RWD-8 の構造は鉄及び木材を使用したフレームにキャンバス製や 防犯性の外張りを施したオーソドックスなもので、また座の操縦席は前後に分かれておりそれぞれ独立した風防が取り付けられていた。出力 120HP の4、気筒空冷直列型エンジンに2枚輪のプロペラを装備し、最高速度時速 175km で飛行可能であった。RWD-8 はポーランド空軍の練習機採用プログラムで、 競合機種の PZL5 やバーテル BM-4 に勝利し基本練習機として採用された。RWD-8 は非常に安定した操縦性の良い練習機であった。また不正地での短距離離着陸性能も優れていた。RWD 社の製造部門である DWL の生産キャパシティはそれほど高くなかったため、ポーランド空軍は RWD-8 を 国営工場である PWS でも行うことを決定した。DWL は、わずかな設計費用のみで製造ライセンスを PWS に譲渡した。PWS は、ポーランド軍向け及び民間向けの RWD-8 を製造し、DWL は民間向けのみを製造した。PWS によって製造された、最初の RWD-8 は1934年に、 初飛行した。このタイプは RWD-8PWS と呼ばれ DWL で製造された RWD-8DWL とは細部が異なっている。具体的にはエンジンタイプ容量が異なること、主脚のショックアブソーバーが少し細いこと、機体重量がわずかに重くその分速度が少し遅いことなどである。 50機の RWD-8PWS には、航続距離を増やすために、容量95リットルの増装が装備された。また、少数の機体には、視界のない状況での飛行訓練を行うため、後席に、大井が取り付けられた。また、グライダーを栄光するためのフックを取り付けることも、可能であった。1930年代後半には、RWD-8 の設計を発展させた。 練習機として RWD-17 が開発された。総計約550機の RWD-8 が1934年から1939年にかけて製造された。内訳は DWL で約80機、PWS で約470機である。RWD-8 はこの時点で最も多く製造されたポーランド製航空機であった。 RWD-8 は1934年からポーランド空軍の標準的な初等練習機として広く運用された。1938年11月の時点で349機がポーランド空軍に配備されていた。RWD-8 はまたポーランド国内の民間航空会社や飛行クラブなどで約80機程度が使用されていた。 また少数の RWD-8 は他国でも運用された。イギリス移民党治療パレスチナに3機、スペイン、モロッコ、ブラジルに各1機ずつが輸出されたほか、エストニアでは1機がライセンス生産された。また、ユーゴスラビアでもライセンス生産が行われた。また、スペインライセン時にスペインを通じて、ポルトガルに少なくとも1機が輸出され、ナショナリスト派の練習機や、 偵察機として使用された。1939年のドイツによるポーランド侵攻の際には、ポーランド軍の RWD-8 は連絡機として運用された。また多くの RWD-8 が地上でドイツ軍により破壊されたり、退却するポーランド軍により燃やされたりして失われた。退却するポーランド軍により、57機がルーマニアに、40機がラトビアに、 2機がハンガリーに持ち込まれた。残された少数の RWD-8 はドイツ軍により六角された。ルーマニアやハンガリーに持ち込まれた RWD-8 は1940年代後半まで使用されていた。また、イスラエル独立前のイギリス移民投資領パレスチナでは民間航空会社アビロンパレスチナアビエーションで2機を購入しヨルダン渓谷の器物 アフィキムの飛行訓練学校でユダヤ人組織ハガナーの航空兵の訓練に使用された。ハガナーの精鋭部隊パルマッハの航空部隊として1943年に設立されたパルアビアの訓練にも引き続き用いられたが、1947年11月のシェルートアビア設立前には退役したとされている。結局、戦後ポーランドに戻った。 RWD-8 はなく、また今日、残存機も確認されていない。ポーランドの模型メーカーである、ミラージュホビーから1、48スケールの RWD-8PWS のキットが発売されている。2015年に同じくポーランドの模型メーカーである、IBG モデルズから1、72スケールの RWD-8PWS。 PWD-8DWL のキットがそれぞれ発売された。ありがとうございます。